はい、アナパンです。シェフライフレストランシュミレーター続き遊んできます。よろしくお願いいたします。今回もですね、ミシュランガイドの星目指すために頑張っていきたいと思います。で、前回はあれですね、ラムチョップが失敗したので、ついにですね、ミルフィーユ、ジローちゃんの総理で手に入った野菜のミルフィーユを入れて、今回こそ100点満点、みんな100点満点でクリアできるかなというところですね。ですので、まあいつも通り野菜のカルパッチョを4人前と、あとはそのミルフィーユの事前準備というところをやっていきたいと思います。さて、野菜のカルパッチョ4人前で、またあれっすね、システムエラーになっちゃったんで、パンが浮いてるとエラーになると浮くんだな、パンが。じゃあ、ちょっと野菜のミルフィーユできるところまでやっていきましょう。まずは、レモンコンフィ、オリーブオイル、パセリ。うんうん。2人前必要かな？これ1個作るだけで6人前なんですよね。これがかなり優秀だなと思って、今から作ろうかなと思うんですけど、6人前あればいいのかな。まあ6人前でいっか。なんかちょっと怪しくなったら途中から作るでいっか。うん。で、次はグリーントマトソースで、ニンニクとトマト。で、あとはオリーブオイル、砂糖、ローズマリー。これもちょっと温めてるんで、冷蔵庫に入るかちょっと気にはなるところですけど。で、その後ナスの細切り、これはこのままで冷蔵庫には保存ですよね。で、砂糖を入れて混ぜる。で、このミキサーでできたものも冷蔵庫に保存。ローズマリー入れて蓋閉める。OK ですね。で、ナスが終わって、あとは、ニンニク、ニンジン、ジャガイモ。あ、出来上がりましたね。お、熱を持ってないから、そのまま冷蔵庫入れられそうっすね。よし。あとは切ったものを、まあ、冷蔵庫の中に入れておいて、まあ、物取れないんですけど、あとはナスをグリルで焼いて、あとは牛乳とタイムの小枝を取って熱いフライパンで焼けば、もうオーブントレーの中に入れられて、ここで6人前が出来上がる。これも結構簡単な気がしますね。で、そういえば、ジローちゃんはなんかまたいつも通りな研修に行っちゃって、二人になっちゃいました。残念ながらすべてベジタリアンな料理なんですけど、ジローちゃんがいないというところで不安なんですけど。まあ、やっていきましょう。I'm available if you need me, chef. 71日目ですね。よし。これで、ああ、忘れてる。塩とナツメグ。で、残りの具材を入れて終わりですね。
よし。オーブントレイに、ポタとナスを入れて、そうだった、これめっちゃ時間かかるんだと、これやばいやばい、急いで急いで、ほんともういいよ、もうそこまでしなくてそこまでの層にしなくていいよ。なんかオーブンできたようだ。もう腕組まなくていいから、ちょっと早く。早く早く早く。ああもう、調理しすぎ。もうダメだこれ。S でしょ？ああ、もうダメだこれ。はい、今日終了です。もう腕組むなよもうあ、でしかも多分間に合わなくて怒られそうだなこれ。あー、パスタの指示をもうちょっと早くやっとけば100点満点取れたかもしれないな。悔やまれますね、これね。で、しかもこれ、今の野菜のミルフィーユ、これ、星じゃなくて、まあ S なんですけど、料理したら、盛り付けしたら S プラスになりますね、なんか。よくわからないですけど。でもこのまま、こうやったら、S プラス。ミルフィーユと、ミルフィーユと、ミルフィーユですね。はい、かしこまりました。で、ミルフィーユですね。はい。うん、ミルフィーユね。うん、オッケーオッケーオッケー。一人だっかい。あ、けど、これは、オッケー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 。出せますね、これは。あと豆腐のカリカリが、ああ奇跡的に作ってくれてた、よかったよかった。はい、終了です、ありがとうございましたよかった。うわー、これ怒らせなかったらオール100っすよ。料理が出てくるまでずいぶん待ちましたよのマイナス30と、こちらも同じですね。待ちましたよでマイナス30。もう一日行きましょう。あと何日やれば、星獲得できるのこれ。しかもやり方が全然間違ってたら、何日やっても100日やっても無理っていうことですよね。なんかヒントないかな。よし。野菜のカルパッチョ2枚。と、あとは、ミルフィーユも必要な食材すべてここに入れたんで、今回こそ簡単にできるんじゃないかなと。もうなんか慣れてきたせいか、まだ時間がちょこっとだけあるんですよね。いや、ちょっと余裕できてきたな。よし、前回失敗した理由も、ジローちゃんがいなかったっていうところがあると思うんで、まあ、このメンツでいきましょう。アデルさんとジローちゃんでいきましょう。It's high time my talent was put to use, chef. え？いきなり4人前？マジかよ。I'm available, chef.ああ、ジローちゃん助かる。早い早い、やっぱり。ジローちゃんもう研修生かしちゃダメだな。
No problem, chef. S プラス両方とも出してくれてる。OK。いや、初動が失敗しなければ、いけるとは思うんですけどね。で、ブロッコリーができる。まだまだ先か。で、これでパスタも出せて、あとミルフィーユ出せば、1グループ目のお客さん、出し終わりますね。今回は100点満点いけそうな気がしますね。よし、OKOK。まあ、あとはシステムエラー起きないことを祈るだけですね。今日もう一回起きちゃってるんで。で、7グループ目と。ミルフィーユいっぱいありますよ。どうすか？4人？ミルフィーユ4人はダメだよ。ちょっとやばい気がするな。まだ3人前しか出てないから怪しいな。私も系じゃなければいいんですけど、怪しい。多分最後のグループだし。ああ、よかった。よし。で、ミルフィーユ1の。で、パスタは今作ってもらってるんで、OK で。アデルさん、念のためアランチーニをちょっと作ってもらっといて、で、これを出すと。おぉ。満点かつ、一番最速っすね、私の中で。こんなにサクッと終わるなんて。多分終わりだと思いますけどね。こんなになんか1グループ1人とかっていう系がなかったんで。どうでしょう。おお、ついに全員100点ですね。で、これで何か起きるかどうかなんですよね。ついにグルメメニューでオール100点。なんかあってほしい。何も起こらない。ちょっと何すればいいのよ、ほんと。ダメ？なんかこのタイミングがない？ないよな。まあ結構これ安定したんでこのまま行きましょう。どうだろう。まあこれでいっか。まあ2日連続で100点満点とか取れば獲得できるかもしれないですし、あとあれなんですよね。一番やっちゃいけないなと思うのが、まあ、このまま結構時間かかるなと思って裏でやっちゃってて、その一発目で星を獲得するとかってなっちゃうともうどうしようってなっちゃうんで、このまま続けるしかないんだよな。
よーし、今日分も完了っすね。まあ、ずーっと同じものを作ってるんで全然ちょっと見栄え、ん？ああ、びっくりした。うん、ちょっと変わらなくて申し訳ないですけど、ミシュランガイドの星早く取りたいな。ヒロちゃん、うん、今日はアデルさんに皿洗ってもらおう。73日目ですね。やばい。1グループ目からミルフィーユ頼まれるとちょっとやばいっすね真っ先に作ってるはずなんですけど、やっぱこれが大変だわもう半分っすからね、怒られないかな。やばい。なんだよ、ミルフィーユダメか。一番最後しかも。もうダメだよ、これ。諦めよう、もう。ああ、二日連続100点満点は無理か。いやー、ミルフィーユがなければ2日連続100点満点だったんですけどね。料理が出てくるまでずいぶん待ちましたよと。なんかあるないか、なんもないな。チャレンジ成功とかってこっちだよな、やっぱりな。これは何をすればいいんだ、ほんと。進歩したというところについてはあれですね、オール100点を1回だけ取れたっていうところですよね。うん。ちょっとこのままこれを進めていくかちょっと悩みところなんですけど、うん、進めてはいくんですけれども、次回でちょっと星、そのミシュランガイドの星が取れなかったらもう結構、まあその録画はするけど、もうバンバン飛ばしていくみたいな取り方をしていくかもしれないですね。はい、これまでの状況なんですけど、グルメメニューにしてから、9日間連続で素晴らしい評価っていうのをいただいてるんですけど、ミシュランガイドの星には選出されないという状況ですね。もうちょっとやればいいのか、それとも、なんか別の何かはしないといけないのか、っていうところがちょっとわからないんですけど、はい。では今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。